3人ですね。まあネタが断末魔だった人もいましたけど、そうですね。続きと、その続きが、その続きがあることで聞けると、はい、じゃあ本日の、資材の方、この3名様でございますね。よろしくお願いします。断末魔を叫んでくれるのはこいつらです。クソスリーの皆さん、どうぞ。クソスリーだ。はい。食レポの仕事が来まして、その定食屋で、出されたものを、まあ、ちょっと腐してしまうというか、腐してしまう、まあ、ちょっと食レポ間違えちゃって、正直に言っちゃった、店主が怒り狂って、刺し殺されるたい、ね、これをあの暗闇の中でやりますので、皆さんあの想像していただいて楽しんでいただくというコーナーだから、まあ、音聞きたいからね。音聞きたいからね。いや、なかなか安定にしてしまっていいんですか。安定、はい、大丈夫ですよ。はい、行きましょう。じゃあ、安定の方いただきますでしょうか。それでは、キリの野草の断末魔です。どうぞ。いやー、まさか弥生県で食レポを取るためなんですかね。あ、なるほど。これがハンバーグ定食ですね。でもこの、あれですね。ご飯もなんかよく見ると、ウジ虫みたいですね。あ、料理長ですか。どうしたんですか、そんな血相変えて。ちょっと待ってください。とりあえずハンバーグ。ちょっとお兄さん、ちょっと、ちょっと、ああ、
任せしますね。どっちのアーだったのか。ちなみにその刺された場所だけはちょっと教えてもらって。刺された。刺されたんです。だからこそのあのよくわからないっていう。でももう死んでますから。なるほどね。素晴らしかったじゃないですか。いや、やっぱミステリーですか。そうです。ミステリーの要素。これがやっぱ耳だけで楽しむ醍醐味ですね。そうですね。ワイドショーで見たかった。ありがとうございました。ゆくちゃん。ゆくちゃんがかなり手だれと聞いております。いやいやいや、ダンマツマミかもしれない。以前動画、ダンマツマの動画を撮らされたんですよ。あー、なんかあったんですよね。自分でも何が面白いのか全く分かんないままやらされただけで。テープされたまんまの気持ちですよね。芸人 4,5 人で、師匠込みで、まあ飲んでる時に誰かが急にゆっくんの断末魔が聞きてる。まあ言い出して始まった企画なんで、やっぱ先駆者ですよ。唯一の経験者も経験者。あ、経験者。あの時我々は酔っ払ってましたけど、シラフで聞いてどうなるの。あ、その時の見れるんですか。いや、あ、どうしようと思って。それはもうゆっくんのためで。それで、はい。あ、別だ。じゃあそれでゆっくんの断末魔です。私、テレビに一回も出たことないんですけど、日頃からよく思わないトリオ芸人がいまして、僕にそのトリオ芸人に先を越されて、ちょっとエンタの神様に出てるとこを見ちゃって、心臓麻痺で、ショック、怒りとショックか、出るの知らなかったな、テレビつけたら出てて、なるほどね。じゃあちょっとその断末魔、ゆうくんの断末魔です、どうぞ。てて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 、て今夜も新しいトリオが現れた。ネタはさておき、詩人歌人の文化人パワーが今夜も炸裂する。タイトルコールで。ネタ見てないですよ。文化人パワーが炸裂して、炸裂しちゃって。単純に考えて、心臓麻痺で叫ばない。嫉妬マンが来て、
座るわけ、はい、暗闇になるんですよね。もう顔を歪んでてもいいんじゃない。皆さんはもう耳で楽しむもんなんで、まあ、歪んでると思ってみて。キリュウソウロね、ダブルソウロ。ああ、せっせっ、ああ、せっせっせっ、ああ、せっせっせっ、ああ、梅さん、はいじゃあ。できればバーグがいいんですけど、まあ、バーグになんか普段よくやるようななんか絡みあるじゃないですか。まあこう攻撃受けるみたいなのをここでちょっとやりまして、でそれはもうで一回終わりって暗転になった体でお互いプロとしてこうもう袖にはけていって、そんな白木を何者かが待ってて刺されて死ぬっていうのをちょっと聞きたいです。大変だね。すごい大変じゃないですか。そこでやって死ぬのが袖なの。袖です。はい。で、バーグに刺されるわけじゃない。そうですね。うん、だから一回ライブは終わったわけだよね。そうです。コーナーは終わった状態です。はい、ありがとうございました。で、ちょっと裏で反省がけら。なぜ小田がそれを見たいのか。ちょっとやってみましょうか。じゃあ、もう一くだりあったら、じゃあ、たかしの以上企画のコーナーでしたって言ってもらって、はけていただいて、あの、誰かのね、すべて暗闇で。誰か、バーグか誰かいます？バーグ、じゃあ。いなければ誰でもいいんですけど。熊本がいました。ということで、なんか技をかけられるみたいな、ね、くだりやってるという。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、ああしらぎの断末魔です。どうぞ。
主人公人と上田誠ですで、ね、安定いただければ。わかりました。じゃあ行きましょうか。ゆっくりと頼んでいきますよ、はい。続きまして詩人歌人と上田誠です。どうぞ。はい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 、そうくんのね。はいはい、それで終わりね。はいはい、わかりました。指導とレベルにバカに舐まれたんですよ。